はい、みなさん、こんにちは、いのです。今日の主題は、宝くじ。宝くじ。彩券の意思。那如果大家、中了、彩券想做什么呢今天的内容是跟彩券有关。あ、那いいや、先看单然后等一下看语あ、那先听一遍。宝くじ。昨日、宝くじを買いました。日本の宝くじは、 いろんな種類があります。私が買ったのはサマージャンボ宝くじです。一等賞金はなんと3億円です。もし3億円が当たったら旅行へ行ったり車を買ったりしたいです。私の夢を母に言うと 取らぬたぬきの革山用と言われました。どうか3億円が当たりますように。如何听得とるの最次有一些日本的谚语也是在里面。す。最後に一下、就解実。好那先看の段子好。第一个、宝くじ。宝くじ。これは財券の意思。好那接下来。サマージャンボ。 宝くじ、サマージャンボ宝くじ。这个是在日本夏天最大的彩券的名字。给、okay. 接着、一棟賞金。一棟賞金。好、一棟就是头等、賞金就是奖金。嗯、给。好、接着、三億円。三億円。嗯、三億日元。 なんと、なんと、なんとは自然。うん。ちょっと有一点後、え、なんと後面一定会有一些惊誉的事情。う o k 接着。とらぬたぬきの革蚕よとらぬたぬきの革蚕用。好。That i 日本的一個謙虚、就是ことわざ。好。他的意思是、就是、还没抓到粒毛、就开始是算、他的皮要卖多少钱う所以呢、就是、还没 就是发生一件事情就开始想，哎、欸，这个东西怎么用啊？等等，那、嗯、那一种意思啊。那中文的话应该是打如意算盘的那个意思。OK，好，接着三億元が当たります。三億元が当たります。好，当たります是中的意思，嗯，所以中三亿日元。OK，好，接着どうかように。好，这个是一个句型，好。 这个是许愿的时候的一个句型。嗯，像，哎，どうか三億円が当たりますように。好，它的意思是，哎，希望。就是，中三亿日元。嗯，就是许愿的时候。去神社啊，或者就是拜拜的那种时候会用到的一个句型。啊，那如果有考试的话，可以说。どうか。合格します。ように。どうか。合格します。ように。 嗯，OK 吗？所以都 o 有你，是许愿的一个用法。好，那接着看一下语法。好，那今天的语法非常重要，所以只有介绍一个，但是一定要就是搞清楚哦。好，那看一下。もし三億円が当たったら，もし三億円が当たった好，这个是文章里面的一句话。它的意思是，如果有中三亿日元的话。 所以呢，他行加啦，他的意思是中文的“如果什么什么的话”的那个意思啊。那通常前面会加么西，然后或诶、欸、什么什么它啦但那个么西是可以省略啊。那我们看一下它的语法，因为很多学生只有动词的它啦是可以，但是形容词。 或者名的時候不太會用所以全部整理一下。好那先看動好、第一個、降ります。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 下雨的下る的動嘛那如果下雨で不去怎は、不呢もし雨が降ったら行きません。降りますが全然足します。非常に問題。 降らない。第二個、降らない。如果不下雨的话我会去。怎么说呢嗯もし雨が降らなかったら行きます。もし雨が降らなかったら行きます。如果不下雨的话我会去嗯。所以呢、降らない的な話、降らなかったら

如果不貴的こ我たは、んもし、高くなかったら、買います。もし、高くなかったら、買います。OK, ま a うん。それ、もし、高かったら、買いません。如果をこえたは、もし、高くなかったら、買います。如果不ぶ的こ我たは、おへ差不多的意思うん、okay,。にぎやか。 就是っと、热闹。如果、热闹的話我就不去もし逃げやかだったら行きません。もし逃げやかだったら行きません。なしの紙、だった。うん。这个地方要注意。好。那、如果否定、逃げやかじゃない。对不对好那、如果、不热闹的話我会去もし逃げやかじゃ なかったら行きます。もし賑やかじゃなかったら行きます。OK, well.、Wow. 好。那、看一下名詞。好。那、名詞跟那形容ェ詞是完全一样的。变化好。那、雨。雨。雨是雨天的名詞。好。如果雨天的话、不去。もし雨だったら行きません。もし雨だったら 行きません。う那、否定、雨じゃない。もし雨じゃなかったら行きます。もし雨じゃなかったら行きます。不是如果、不是雨天的话我会去。OK 吗所以、他ら的用法是、就是否定也稍微練習一下。う好。那、我们就是看一下練習题目。好第一个 もし台風が来たら、旅行はキャンセルします。もし台風が来たら、旅行はキャンセルします。Okay. o w o o 如果便宜では、あ、我会買,嗯もし安かったら買います。もし安かったら、買います。もし安かったら、 買います。安い。安かった。OK。第三問。如果討乳的な如果你不喜欢的なも告知するのは、も一些食物もし嫌いだったら教えて对不起、もし嫌いだったら言ってください。如果討乳的なものを、如果有喜欢的東西如果有不喜知就告の我

日本の財券是有各式各样的种类私が買ったのはサマージャンボ宝くじです。我买的是サマージャンボ宝くじ。就是夏天的彩券。好、接着。一等賞金はなんと3億円です。投等奖金、竟然是2億円。好、接着。

モン就是跟今日、ママが言ったのは、取らぬタヌキの革山用と言われました。被說、取らぬタヌキの革山用、うん。どうか三億円が当たりますように。うん、就是希望、中、三位日月。OK、ま如何好。那、這次的内容是跟彩券有关。好那大家也稍微想一下。 如果中了，就是急想做什么，然后写个作文也是不错的练习方法。好，那单字跟今天的那个它的用法非常重要，所以大家多造句看看哦。OK，那就今天的课到这边，拜拜。好，那最后讲一件事情，我跟优大合作的语法总结的课程已经开始募资了啊！大家如果还不太会表达自己的意见，或者对语法没有信心的话，我觉得可以参考看看。 嗯，难度是大概 N 五到 N 三，然后内容是就是日常生活常见的语法的总整理啊。那网址我贴在 YouTube 说明了，嗯，有兴趣可以参考看看啊。那旅游课程的话就是一样，就是开课中。好，那如果大家有什么意见，请留言给我，或者请加我任你好友问我问题啊。那还没有订阅的话，也希望支持我的频道好，那非常感谢大家的支持，拜拜。